マリアラウラ・エスピード・フレーレは、スペイン・ビルバオ出身の小説家。筆名は性のみを用いたエスピード・フレーレ。エスピード・フレーレは、バスク州ビスカヤ県ビルバオに生まれて、アラバ県ラウディオ、ジョディオで育ち、幼少期には、クラシック音楽を学んだ。デウスト大学では、英語文学の学士となり、編集学で修士となった。1998年に、諸女小説、イロンダで、 文学界にデビューし、エヴァカルベイラによって翻訳されたフランス語版は、ミレピッジス賞を受賞した。1999年には、メラ・コットーンズ・アラドスで、プラネータ賞の最年少受賞者となった。プラネータ賞は、ノーベル文学賞に次いで、世界で2番目に、賞金額の高い文学賞であり、賞金として60万1000ユーロを手にした。2007年には、ソリア・モリアで、 セビリアアテネロ賞を受賞した。エスピード・フレーレはバスク地方出身だがスペイン語で執筆し、その作品はフランス語、ドイツ語、トルコ語、オランダ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、中国語などに翻訳されている。劇作品の執筆にも興味を持っており、いくつかの大学で教壇にも立っている。動物の権利の尊重に関する活動を行っており、 カタルーニャ州議会で行われた闘牛の禁止に関する議論の過程に参加した。カタルーニャ州議会は2010年、スペイン本土では初めて闘牛禁止条例を可決し、2011年末で闘牛が禁止となっている。ありがとうございます。